もちろん市営バスのブースでは、バスのグッズもたくさん売ってます。清盛の海というテーマにですね、清盛のゆかりの地、神戸のスポーツ、はい、皆さんこんにちは。今回第12回バス祭りということで、京都、国際電事場で、開かせていただいております。年1回のイベントでですね、関西一円のバス会社、バス社局が集まって開催しておりますので、皆さんまたお出かけの際は各社局のバス乗っていただいてですね、バスの良さをまた知っていただきたいと思います。またよろしくお願いいたします。